疲れ様です。お疲れ様です。なんすか。私、いや一応さ、だから、うん、その方言はその地域的にも世代的にもあんま出なくて、けど訛りぐらいは出るなっていうのだから一応その、いや、まあ、なんか持ってきた、その、うん、ちょっとでも沖縄っぽい雰囲気出そうと思って、うん、家にあるありったけの沖縄をかき集めてきたんだけど、ありったけの沖縄、うわー畳じゃん。畳じゃないよ。何これ。畳じゃないよ。畳じゃなくて何これ。これあの沖縄の織物で、あ、瓶型。そう、いつのよ、瓶型とも違う。瓶型とも違う。何も知らないね。何これ。これなんか、うん、なんかミンサー織りだったから、なんかいつのよも一緒にみたいなコースターとか。コースターね。さすがにこれは分かるでしょ。どれ？あ、ゴーヤーマン。そう。ゴーヤーマン。ゴーヤーマン？どっち？ゴーヤーマン。ゴーヤーマン。ゴーヤーマン。合ってるか、ゴーヤーマンで。これも昔買って、今、うん、今も売ってるのかな、わかんないけど。これもまあ小橋だったらわかるよねっていう。ああ、これはあのシーミーの時にね。そうそうそう。今出てるんじゃない？シーミーの時にね、そうそう、これあのお墓で食べるんですよ。うん、お墓で食べる、ね。そう、お墓で、ちょっと想像ができないかもしれないですけれども、そのお墓があるんですよ。亀甲墓ね。亀甲墓？亀の甲羅の墓って書いて亀甲墓。大きいお墓にあるんですよ、うん、沖縄は。でそこでピクニックみたいなのするんだよね。そうね、そう、親戚で集まって、うん、シーミーって言ってみんなでお墓掃除をして、うん、そうです。お墓掃除終わったらみんなでそのお墓の前でブルーシート敷いて、そう、これカッチ、カッチか、そうそう、沖縄のごちそう、カッチか、思い出したわ、うん、これは正月にも食べるよね。正月にも食べる、まあ、正月はこれとオードブル、うん、これとオードブルか。でこれが入ってるのがかまぼこと三枚肉と昆布と、昆布と、そう、なんかですね。はい、いろいろ持ってきてくれてる。これもね、玄関に飾ってる。あ、シーサーじゃん。シーサー、あ、いいね。いいでしょ。シーサーですね。はい、これはね、もうどの家庭にもありますからね。そうそう、うん、たまにね、その東京でもね、うん、家の前とかでなんか飾ってるの見かけるんだけど。あ、そうそう、見かける見かける。うん、なんかたまに、本当たまにだけど、なんかこうなんか。こうなってる家もあったりして、うん、これダメなの？あんま良くない。あ、そうなの。やっぱ、あ、でも向かい合ってる方がいい。別にこれだから悪いこと起こるとかないとは思うんだけど、うん、なんかこっちの方が締まりがいい。あ、なるほどね。あれ、あれない？石岩灯。あ、石岩灯も、石岩灯ないか。石岩灯ないんだ、ね、うん、あの石岩灯もね、お土産屋さんとかで買おうとは思ってるんだけど、うん、なんかなかなかいいサイズ感がなくて、でお土産屋さんのってなんか石岩灯がなんかやっぱお土産屋さんの、うん、これは結構ね、ちゃんとした、うんうん、その重いしね、うん、瓦のやつなんだけど、うん、やっぱね、あのちゃんとしたしっかりした石岩灯、うんうん、その沖縄の角にあるんですよ、うん、角にあるんですその曲がり角とかに貼ってるんですよ、石岩灯って。あれどういう意味？その分かりますかって聞いといて一番分かってない。いや、角に貼ってるってことしか分からなくて。そう、だからそのね、うん、沖縄の真面目魔物が、うん、そのこういった曲がり方とかその、サンサロとかに来てしまうから、うん、石岩とおくことで、うん、なんか魔物の通りに作っていうか、ここは行き止まりじゃないですよみたいなのを見せ、うん、まさに魔除けって考えてもらえればいいかな。あ、それが石岩灯らしい。石岩灯、うん、で沖縄の方言で喋らないといけないらしいさね。今から、じゃあ、なんて呼ぶ？だから、しおりでしょ？きょうさく、きょうさく、きょう、きょう、きょうさくだった。なんて呼ばれてたの？きょうさく、きょうさく、そう、きょうさくって言われてたし、そう、うん、そう、だからよくその沖縄だと名前伸ばすからって、うん、でも名字は伸ばさないよね。名字でまず呼ばないっていう、呼ばない、うん、沖縄の文化は小中高全部下の名前ですよね。そうそう、多分あの日賀ってやつとかが多すぎて、名字だと日賀って呼んだら、うん、マジで15人ぐらい振り向くからそうそう、名字で呼ぶことはないんだよね。だからみんなだけ下の名前で、うん、先生も生徒下の名前で呼ぶ、うんうん、そうそうそう、出ないね、なまりぐらい。そう、だから今日もその楽屋でちょろっと話してたせいでネタ中にちょっと訛りが出てる。あ、出てた。ちょっと出た。俺あの滑ってる時訛りよ。うん、まあ最近は出ないけど5年目ぐらいまでは。そう、だから、うん、なんでだよのところとか、うん、結構滑ってたら、うん、なんでよやとか言ってた。変わった。お前がなんでよ。いや、なんでよやもう。これはなんかちょっと近くない、いやと。あ、確かに、うん、なんでよや、うん、何々やしとか、うんうん、
言ってたりしたけど、なんか私も、たまにっていうか波があるけど、なんか割と気の、なんか気の合う人たちとの大喜利の時にその3行ぐらい読むやつだとちょっと訛りが出ちゃう、うん、なんでだからそのイントネーションとか普段の喋りの感じが出ちゃうから訛りが出るかね。そう、そうなんですよね、うん、俺と赤嶺はね、もう沖縄捨ててるんでね捨ててはない、捨ててはないよ、捨ててはないけど、うん、うん、オッケーですか、はい、すいません、こんな感じでなんかもっとね、あのうちの口で喋れればよかったさねとかは思うんですけれども、ここに泡盛さえあれば、あーそうだ、泡盛ともう一人沖縄人、生粋の沖縄人がいればそう、もう東京で進んでね、仲良い二人で喋るとあんまり出ないんですよね、本当にすいません。お願いします。え、渡辺って、はい、東京来てどんぐらい？あ、僕1年ぐらい。あ、1年か、はい、もう慣れたよな、うん、まあ本当そうだね、本当そうだ。結構あの飲みに行ったりすんの？東京、あ、僕飲みに行くよ。あ、ほんま、なんか絵本みたいになってるね、喋り方が。あ、まあいい、まあまあ全然、まあまあまあ、うん、なんか電車とかさ、東京来てやっぱ難かったんじゃん、はい、電車やっぱ結構いっぱいあるよね。ああ、え、な、何線沿線に住んでんの？あ、ピンクのピンク京王線。あ、京王線、あ、ええー、とこ、京王線。ああ、なんかこの間エニタイム、あ、終了この間こんなに無理やて、ちょー、え、こん、いや、もう喋られへん。スマホカバー、いや、そんな気になります？え、別、え、わかりました。え、見せたらいいですか？いや、普通にまず絆創膏とか入れてます。何かあった時をとか、これですかね。だから同期なんですけど、定点計画の、 あの単独の時のステッカーをもらったんで、それをこういうの大事にしてる、身につけてます。あ、で、あと、あ、そう、なんか ファンレターちょこちょこいただくやつで、めっちゃ嬉しかったやつだけちょっとその入れてるんですけど、大事にしてるんですけど、これ家族チャーハン大石様って ファンレターって書いてあって、あーた応援してるわよ、精進なさい、スカルノって書いてあって、これあのデヴィ夫人がずっと僕らのこと目にかけてくれてて、これずっと大事にしてます。で、なんかちょこちょこ来るんで、また不安レターっていう、お医者様って次なんか許さんって来て、で、これ僕何もしてないんですよ。しかもなんか元日に来てるし、年末年始なんかしたかなと思ったんですけど、これもでも大事にしてます。で、一番最後に来たのがまたもう一個、カチャ大石様って、しかもなんかカチャって僕らのこと略して言ってくれてて、不安レター人違いでした、使うのでもなんか違う人だったんですね。僕なんか許せないことがあったですけど、4ヶ月内でもなんかそれが違かったみたいな。あと普通にファンレター他のもらったやつで、ディア大石ラブユーアバ一同って、あのアバからいただきました。ありがとうございます。ダンシングクイーン聞いてます。こんぐらいですかね。これで誰か満足するんですか？あっち行ってよ、もう。
宮崎さん、はい、最初はグーじゃんけんぽい。何ですかこれ。宮崎さんはじゃんけんをすると、はい、高確率でパーを出すっていう話が。あ、なるほど、まんまとだ。じゃあ、え、何なのでそれの検証させていただきました。あ、はい、すいません、はい、まんまとだ。ちくしょう。お疲れ様です。エバスマシュです。え、それなんですか、その知りて真似したいってことですか、それとも小馬鹿にしてますか。小馬鹿にしてる感じの文章だったらもう教えないですよ、そりゃ。けど真剣に、はい、どうも、いや、そうこうもないけどな。そのだからむずい髪型じゃないんで、まあ一周回ったらこうです。こうかっこいいっすね。で、なんすか、だからこう、なんもないって企業秘密的なの。ここがこだわりでとか、こうですよ。ここ被ってるんですけど、だから全部上げて回ったらこう。ここだけ残ってるんですよ。これ以上ないですよ、この髪型について。で、結構長いっすよ。まあ今ちょっと切りましたけど、まあ、ここぐらいまでありますね。口入るぐらいはある。前髪も。で、だからそんなね、本当はみんな言うんすけど、その、ちょっとね、ちょっと人より軽くおもながなのに、縦に伸ばしてるから変って言われるんですけど、正直、かまいたちの山内さんとかもこの髪型です。正直。あの、顔が丸いから、で、けど、かまいたちの山内さんを、なんか髪型変だなと思うことないじゃないですか。別に。おもながなだけで変じゃないです。かっこいいです、これ。ないよ。そんな決まってないでしょ、別に。そう、オールバックの人にも同じ質問してください、別に。オールバックの人もそうでしょ。全部、その前髪とかないっすよ。前髪がないんだから。だから全部後ろ髪です。全部右髪か。全部右髪。だまあ、後ろ、全部後ろ髪です、前髪は。まあ、分けるとしたら、どこだろうな。けど、境目もないから。けど、こうすると、なんだこれ、こうしたときは、だここですね、分かれ目。ここ。下ろした場合は。これが前髪です。汚いでしょ。だから上げてるんですよ。汚いから、ほら、多少清潔感出るでしょ。で、まあ上は、地元の、地元の床屋さんで、小学校から野球部で坊主にしてもらってる床屋さんがあって、まあ仲良いおっちゃんなんですけど、まあその人はもう説明いらずでこれにしてくれるんで、あの、そこで上は、まあ3ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらい切って、横は1000円カットで、まあ2週間に1回ぐらいは、ここだけ、あ、上触んないでくださいって言って、ここで刈り上げてくださいで、切ってもらって、まあ自分でやるのは不可能なんですよ、ここが。自分でやっていくと、多分、最終的にどんどん縮まってくるんで、1000円カットに任して、で、変な、美容室とか行くと、ってなるんですよ。ってなるんで、あってなるんで、めんどくさいんで、地元の床屋にも切ってもらってます。はい、これは僕の髪型のスルーです。月見の頭やってところで切ってます。よかったら、すぐしてくれます。町田でって言えば。はい、真似したい方はぜひ、バカにしてる方は、いい加減にしてください。